リュッチェンスは、ドイツ海軍のミサイル駆逐艦。リュッチェンス級駆逐艦の一番艦。艦名は、ギュンター・リュッチェンス提督にちなむ。リュッチェンスは1966年3月1日に DD、DDG-28 として、メインシューバスのバス鉄工所で寄港する。1967年8月11日に浸水し、1969年2月23日に収益した。 ウィースタンドバイユーの旗を形容するリュッチェンス。2001年9月14日、アメリカ同時多発テロ事件から3日後の2001年9月14日、リュッチェンスは、米ミサイル駆逐艦ウィンストンエース・チャーチルに対して、正常機を半機で掲げ、ウィースタンドバイユーと書かれた幕を掲示しながら、並走した。30年に及ぶ、現役任務で80万回りの距離を公開した。 リュッチェンスは2003年12月18日に退役した。リュッチェンスはドイツ海軍における最後の蒸気タービン動力艦であり、駆逐艦として分類された最後の艦であった。DDG-28 はトールマンとして建造される予定であった。艦名は駆逐艦、ドイブンの艦長として1943年2月1日にガダルカナル島の戦いで戦死し、 海軍十字章を授与されたチャールズ・ E ・トールマン中佐にちなむものであったが、トールマンの建造はその後取り消された。ありがとうございます。